韓国おサム一部のチョ・ミ著名ン,ン長官は24日午後、政府ソウル庁舎で米国民間シンクタンクである戦略国際問題研究所のジョンハムレ所長ら法官団一行と会談した。ジョンハムレ所長一行はこの日、公共は外交部長官と会談したのに続き、著長官とも相次いで会談し、政府の対北政策と関連した意見を交換した。 ハムレ所長は、私たちが定期的に韓国を訪問し、5人の長官に会ったとし、面談をしても大きく残る内容がなかったが、今は本当に重要な異臭が動いていると述べた。また、進行される過程を見れば相当、多くの発展が南北の間であったようだとし、南北間の相当な脅威要因がかなり減少した。 しかし、まだ多くの問題を解決しなければならないと思うと付け加えた。